ジェフ・バローズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロングビーチ出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。1969年のドラフトで、ワシントン・セネター・アッスの一位指名を受け入団する。守備はうまくなかったが、長打を売り物にした打者であった。1973年から、レギュラーの外野手に定着し、同年151試合に出場して30本塁打。 85打点を挙げる。またこの年は、リーグ最多の11技比という記録も残している。1974年には、本類打こそ25本だったが、リーグ最多の118打点と、301の打率を残し、同年のオールスターゲームにも出場、レンジャーズの地区2への躍進の原動力となり、この年のリーグ最優秀選手にも選ばれた。なお、 全米ドラフト1位指名選手が最優秀選手賞を獲得したのは2013年現在バローズの他にアレックス・ロドリゲス、ケン・グリフィー・ジュニア、チッパー・ジョーンズ、ジョー・マウアー、ジョシュ・ハミルトンの計6名である。1975年はリーグ最多の155三振、打率、226と不振に陥った。1976年オフに レンジャーズから金銭でアトランタ・ブレイブスに移籍した。1977年に自身2度目の100打点超えとなる114打点を記録した。1978年には117支球とともに自身2度目の打率3割を記録する。この年は出塁率もリーグ最高となり2度目のオールスターゲームにも選出された。 1981年のシーズン開幕前にブレイブスを離れ、その後はマリナーズ、さらにアスレチックスではもっぱら指名打者として所属したが、目立った活躍はできなかった。現役最後の年となった1985年に所属していたトロントブルージェイズが東地区で優勝し、この年現役生活最初で最後のポストシーズン出場を果たしたが、一試合に 出場をしただけで、同年現役を引退した。引退後1990年代には、息子、ショーン・バローズがプレーしていた、地元ロングビーチのリトルリーグの指導者を務めている。ありがとうございます。